はいどうも、おはこん、さつま、うしみです。ここ、大隅半島には、数少ないというか、唯一の遊園地があるんですけども、それが、ダグリ岬遊園地なんですけども、ツイッターでも話題が出るときに、っていうか、結構話題に出るんですけども、そのときに、ここ営業してるの?みたいな感じだったり、レトロな感じがあって素晴らしい。的な発言を目にするんですよね。まあ実際見るとだいぶ古い感じなんですけどもね、こちらはですね。まあそんな今回はそのダグリ遊園地を紹介したいと思います。このダグリ岬遊園地はだいぶ古い雰囲気な遊園地なんですけども、近くが渋谷湾というのも、観覧車やこの入り口の方にあるモノレールに乗って眺められるというのも、まあ過去のレビューで見たのですが、いかんせんですね。牛がの鹿児島ポッチ系 VTuber ということで、遊園地というのはまあ小さい頃くらいしかないので、まあ、動いてるかどういう風になってるのか分かりませんが、もし何かしらで、まあ、一人遊園地巡り企画とかできたらですね、こちらにも乗って楽しんでみたいんですけども、まあ、こちらの遊園地には、ゴーカートに回転式アトラクション、恐竜の形をした乗り物が上下しながら回転するスリルのあるアトラクションに、ゴンドラタイプのアトラクションもあるみたいですね。こちらですね。まあ、ちなみに夏休み期間中は、渋谷湾の海水を利用した流れるプールがあったり、ウォータースライダーもあるということですね。来年の夏にですね、ぜひ行ってほしいところですね。まあ、牛が小さい頃はプールで泳いだような記憶がちょっとないので、まあ、その近くの海水浴場ではあるんですけども、こちらもですね、来年の夏とかにぜひちょっと行ってみたいですね。企画とかでですね、まあ、普通に行くのもありだと思うんですけど。星屑空を